密貿放送局。密貿ヒストリア最終回。さあ、最終回やってまいりました。よろしくお願いします。密貿ヒストリアのコーナーですね。こちらのコーナーはですね、我々、密、チーボー、それぞれのですね、小、中、まあ、高と、まあ、主に学生生活のことについて、お話をしていって我々のことをより深く知っていただこうというコーナーになっております。でオープニングのところでも少しお話はしていましたけれども、前々回第16回目ですね、小学校の話をして、で前回17回目の時に中学校のお話をしていました。で今回はついに最終回ということで、高校生の思い出、印象に残っていること、こんなことがあったぜみたいな話をしていこうかなと思いますけれども、まず高校生活全体通してどうでした？楽しかったですか？楽しかったですね。どうですか？小中高と、その3つを今まで挙げてきましたけど。そうですね。いかがでした？その中でも高校というのは。いやー、それぞれの良さがあっての順位は特につけられない感じ。どうだろうな。小中高で言ったら小学校が一番楽しかったですかね、なんだかんだ言って。でその次ぐらいかな高校はっていう感じはしますけど、まあでも同じくらいかな。両方楽しかったんでね、いろんな思い出があって、まあ、文化祭は別ですけど文化祭はそんなっていう感じだったんですけど、やっぱ青春がなかったんであれですけどさて、まあそれぞれの高校生活のことについてお話をしていくんですが、どうしましょう？先行高校は、じゃあこう、あれ前は前どうだったかな、ちょっと覚えてないんでもう何やかんや2ヶ月も前の話なんであまり覚えてないんですよいや多分みっさん、はい、ちぼうさんっていう感じで。あ、じゃあ僕からいきますか。またはい、ですね、僕のですね印象に残ってる、まあ、3つのお話っていうのがこの3つでして、ですね、まあ中学の頃に比べるとですね、だいぶ調子に乗ってたんですよ高校って俺、でまずその第一歩として雑誌を読み始めたっていう感じで、いろんな雑誌を立ち読みするようになって、まあ多分周りの友達の影響なんですけど、やっぱりファッション雑誌を端から端まで全部読んでて、で全部買うお金がないんで本屋に行ってパラパラっと見てて全部目通して、あ、これでいいやっていう一冊を毎月買ってましたね。だから毎月買う雑誌が違うっていうものでしたね。じゃあその雑誌だっていう、はい、決まってはいなかった？ああ、ないですね。まあでも偏ってはいたのかもしれないですけど、その月その月でその取り上げるものが雑誌によって微妙に違うので、あまり具体的な雑誌には言いませんけど、ね、メンズなんちゃらとかねえ、なんちゃらとか、うわ、 T シャツだっけやなみたいな話をしてたもんなあ、懐かしいな、T シャツ1枚で1万8000円は出せねえなとか。そのメンズって高いんですよね。そうなんですよ、メンズはあの需要がないので高いんですよ、それこそ高校の時に友達みんなで買い物行った時に女性ものの T シャツの値段を聞いた時にびっくりしましたもん。あれ800円とか、え、何800円ってみたいな何それ、ベルトでも買うのみたいな、そんな感じでしたもん。800円ってみたいな、800円、安っみたいな。あと1000円ちょっとですもんね、高くても2000円ぐらいですか、女性のシャツって T シャツ1枚って。まあちょっとブランドによってもっといいもの買えば多分もっといくんでしょうけど、ね、高校生が買うぐらいの値段だと大体そんなもんじゃないですか、1000円ちょっと。そうですね、やっぱだからその雑誌とか見てて、まあ、もちろん雑誌に載ってるものなんである程度は高いと思うんですけど、普段買い物しててもやっぱ2000とかやっぱ前後いっちゃうんで、 T シャツ1枚だけでもうわーっとは痛いなーっていう感じはしてましたね。高校生お金ないんでお金ないなんか、まあ、なんとかやりくりをしていろんなもの、服とかズボンとかベルトとか買ってましたね。どうしてもその高校は制服だったんで、なかなかその自分の好きな格好ができないじゃないですか、だからベルトでなんとかあがいてましたねそういうチラ見せというかでやってましたね。ベルトで個性を出していくみたいな。それです、それです、本当にあいつなかなかみたいなことを思ってほしかったんでしょうね
調子乗ってたな本当に。高校デビューですね、高校生デビュー感はありますね本当に、うん、中学の時は全くそういうの意識してなかったんで高校デビュー感が半端なかったですね、うん、本当に。なるほど。ファッション雑誌も買いましたし、髪型のヘアスタイルの雑誌も買いましたし、もういろいろ買ってましたね本当に。その高校に入る前、高校受験が終わった後ぐらいに美容院に行き始めて、うん、それまではずっと近くの床屋とかで済ましてたんですけど、あ、なぜか急に色気づき上がりましてこの男は高校受験終わってから髪を伸ばして、うん、そっからいろんなヘアアレンジをし始めました。いろんなワックス買ってきて全部試してみたいな感じのことをやってました。いや、高校生になるぞ、よし持ってるぞって思ったそれですそれですよしみたいな、中学の頃とは訳が違うぞよみたいな絶対モテたるでみたいな感じで調子乗った結果が、まあ、爆死したわけですけど爆死、まあ、いろんな本当に雑誌を読んで、ね、勉強には なりましたけど、まあでもそのおかげで結構いろんな友達ができたかなっていう感じはしましたね。うん、休み時間とかいろいろ雑誌読んだりしてましたからね、友達と。いや、これ読んでんのかよみたいな。みんなバラバラのやつをちょうど買ってたんで、うん、読み回しとかしてましたね。あとは帰りとか部活がない日なんか帰りどっか寄ってみたいな、化粧品コーナー見てみたいなことはしてましたね男子高校生が同じようなもんだな男子高校生が化粧品コーナーに集まれてちょっとねえマジかよみたいな、ドラッグストアで原因から疑われるみたいな。しかも見てたのって男性用のところじゃなくて女性用のワックスを見てたんですよ女性用のヘアなんかヘアコーナーみたいなあるじゃないですか、ヘアスタイルのコーナーみたいな、うん、あそこに男子高校生がたむろしてましたからねでもそれ店員から、はい、あいつらなんか盗もうとしてるんじゃないかみたいなそっちかやばいそれはさすがにしませんでしたがでもテスターとかよくいじってましたね、うん、まあ、そういうのをやってたのが僕の高校時代でしたね。本当に調子乗ってたかなっていう感じはしますね。まあだからそういうのをきっかけにいろんな友達ができたかなっていう気はしますね。いろんな部活の仲間と話をしたりだとかしてましたね。高校デビューを果たしたと。高校デビューを無事果たしました。はい、そんな感じでした。はい、よかったよかったっていう感じだったんですけど。ね、難しい。難しいな。文化祭はあんなになっちゃうし。で2つ目に挙げたカラオケなんですけど、もちろん中学の頃からずっとカラオケは行ってたんですけど、高校の時からちょっと変化がありまして、変化、あの1人で行くようになって、うん、あの、まあ、もちろん友達とも行くんですけど、都合がつかない日とか、まあ、みんなが部活やってる中で俺の行った部活だけは休みとかっていう時には1人で行ってましたね。もうその時から人からっていうのが楽しくなって、ほぼ毎週。いろいろデビューしちゃった。それもデビューですね。それもデビューでした。本当に。デビューばっかしてますね。デビューばっかしてる。で、もう毎週のようにカラオケは行ってましたね。テスト期間中も行ってましたね。テスト期間中も、ああ、行きますね。もう暇だからっつって。本当暇じゃないんですけど。で、テスト終わっても行きますね。テストの後ですよね。テストの終わった後にまあ部活があるやつらしょうがねえからなやつらで行こうぜっていう話になって行きましたね。部活休んで行きますってやったな、カラオケ行ったな、本当に同じようなもんなんだな、やってることは。高校生みんなそうなんじゃないんですかね、わかんないんですけど、まあ多分女子はそれプラスなんかあのブリクラとかじゃないんですか、うん、やっぱり。俺の周りの友達も結構行ってましたね。女の子なんかもこれからカラオケ行った後にプリ取りに行くみたいな話はしてましたけどまあそれは私1個入ってるんですけどね男子でもプリクラ、まだ俺が高校の時っていうのはそんなにそのゲーセンにプリクラを取りに行くっていうのが厳しくなくて、男子だけでも取りに行けるみたいなそんな感じだったんで、あの部活仲間で撮ってる
友達はいましたね。まあ、あとはあとなんか彼女と撮ったやつを筆箱に堂々と貼ってるやつがいたんで、いっぱい一回引っぺがしてやろうかと思ったんですけどね。撮ってやろうか、これ撮ってやろうかっつって。いや、撮るよりマジックペンでも撮ればいいです。それも言いました。このペンで消してやろうか、お前の顔っつって。いう話をしてましたけどね。懐かしいな。まあ、そんな一人カラオケのデビューもして、まあ、その中でやっぱり友達との関係が一番大きかったのかなっていう感じはしますけどね、高校生活は、うん、本当にいろんなジャンルの友達ができましたし、うんうん、中学の時あんまりなかったんですけど、女の子の友達も増えたかなっていう感じはしました。まあ、そうですよね、うん、幅が広がった。高校になるとなんだろう、コミュニケーションを取れるようになるんですかね。中学の時でそんなに女の子と会話してなかった気がするんですよね、部活仲間とちょっと喋ったぐらいだっていうの覚えがあるんで、人見知り、本当にそうですね、多分中学の時は人見知りの中二病だったんで、中二ね、本当にひどかったと思いますけど、高校に上がってからは、まあ、まあ座席の関係もありますかね、高校って男女混合じゃないですか、席が、うん、あ、てかうちはそうだったんですよ、男女混合の出席番号だったんで、うん、うん、本当にもう前にも女子隣にも女子っていう可能性があるんで、話さざるを得ないというか。1年生の時そうでしたね、前も後ろも女子みたいな。マジか。話さねばみたいな。これは話さないとまずいよねって感じになっちゃって。みたいな。え、チャリ通。そっから会話をした覚えがありますね。え、いきなり。いや、あの、なんか先生がその自転車通学の生徒はどうのこうのみたいなシールを自転車に貼ってくださいみたいな話をしてて、でちょうど俺チャリ通だったんで、え、チャリ置き場ってどこみたいな話をしてた覚えがあるんですよね。本当きっかけはいろいろだったんですけど、いや、私も初めて話したかった人には、はいはい、いや実は消しゴム持ってたんですけど、ちょっと消しゴム忘れちゃったから、え、みたいな。うわ、なんかやり方が可愛い。すげえ可愛いぞ。へえ。あ、まあでもなんかね、そういうきっかけがないと話す機会ってなかなかないですからね。うん、1年生の時はそうだった。2年生の時はたまたま同じ名字のやつが前の席に座ってて、で、うん、同じ名字だねっていう話をしてたんですよね。男子だったんですけど、同じ名字、同じ名字だったんですよ。同じ神林っていう名字で前に座ってるやつがいて、え、お前も神林みたいな。俺もみたいな話をしてた覚えがあるんですけど、先生から名前呼ばれると2人反応しますよね。あ、なので下の名前で呼ばれてました。本当に、はい、懐かしいな。まあ、あとは何かあるかな。そんなもんですかね、高校の思い出っていうと。まあ話せばキリがないですけど、まあ、高校の立地が立地だったんですよね。田舎にあったので、うん、周り畑しかないっていう感じでしたね。はい、最寄りの駅が1キロちょっとあるっていう。すげえ遠いみたいな。1キロ、徒歩何分って書いてあったかな、20分とかって書いてありましたね、駅から。あ、クソ遠い。ちなみにきついな。なので帰り、まあ、俺はチャリ通だったんで、友達後ろに乗せて、はい、送ったりしたことありましたね。乗せてけよって言われて、じゃあいいよ乗ってけよっつって、うん、駅まで乗せたことはありましたね。二血ってなかなか、はい、いや、なんかフラフラってしちゃいますよね。結構危ないですね、まあ、本当はやっちゃいけないことなんであれですけど、本当は。私も必死だったわ。前の時は必死だった。重いからなと思いながら、こうギコ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 しながらやってました、ね、言いながら。高校でもなんだかんだで、ね、授業サボったりだとか、うん、っていうのはしなかったですね。うん、3年間ちゃんと通いましたね。休んだこと多分なかったはずですね。抜けすぎだった気がします。確か偉いな、はい、多分楽しかったんでしょうね、高校がね。うん、うん、
まあ、友達はサボってましたね、ちらほら。ドラクエが出るっつってサボってましたけど。あれなんとかいねえぞって先生が言ってて、なんか体調崩したらしいっすよって言って話した時にメールがちょうど俺のところに来て、ドラクエ楽しいみたいな感じのメールが来たの覚えがあります。こいつドラクエやってサボってやがれみたいな感じはあった気がしますけど、まあ、でもそんなもんですよね。みんなもう高校の時からフリーダムでしたね。バカばっかだったな。おバカ高校だったんで、ほんとバカしかいなかったですね、周りは。まあそっちの方が楽しいですけどね。まあそうですね、実際ね。まあそんな感じですかね、俺の高校生活は、うん、さあ一方で中坊さん、はい、いかがでした高校生活は。うん、私も3つ考えてあって、はい、さっきちょっと出たんですけど、はい、やっぱり女子高生といえば、はい、プリクラですかね。出たプリクラ。ねえ、まあ我々が高校のね時にはそんなスマホのアプリがどうのこうので、今みたいにその人の顔に犬の鼻をつけることができるとかっていうそんなアプリはないのでねえ、あれですけど、結構頻繁に行ってましたプリクラは。いやもう多分私が一番撮ってるんじゃないかなっていう。もう毎日のようにですよ。へえ、だってあれ1回まだ400円、今もそうなのか分かんないですけど400円ですよね。400円でで、まあ、友達みんなで行ったとしても最低でも100円近くはかかるわけじゃないですか。そうですね。でたまに300円のやつとか、ああでそれでほぼ毎日したら相当金かかりません？取るの1枚だけじゃないんでしょうし。そこなんですよ、どこにそんな金があるんだっていう。だって1回のプリクラってその、まあ、その1回ゲーセンに行った時のプリクラって3、4枚取るじゃないですか。うん、取ります、取ります。やっぱそんぐらいですよね。だから1回300円かかったとしても、うん、それ毎日やって1週間に2100円ですからね。すごいですよね。よくそんな使いましたね、うん、プリ帳半端ないことになりません？そんなのほとんどなんか給料とかほとんどそこにはたいてたのかも。おしゃれか、プリクラか、はい、あでもまあ高校生だったら俺も似たような感じだったからな。そう、プリクラにはかけてなかったですけど、さすがに、うん、ほとんどワックスかみたいな、そんなものに、あとはヘアカット代とかそういうのにばっか金かけてましたからね、服とか。もう何がやりたかったんだっていう今思った。めちゃめちゃ持ってましたからね。もうそのゲーセンからしたら常連さんみたいな。常連客ですよ。もう顔パスできるんじゃねえぐらいの距離ですよね、そんな毎日行ってたら。もう缶ケースとかにも、はい、もうみっちり入ってましたし。あなんかわかりますわ。いたいた、そういう子いた、うん、あれですよね、プリ帳もちろん作ってみたいな。作って、あれなんで女子ってプリ帳を作るときってあんな細かくきっちりきっちりやっていくんですか。あれ友達のプリ帳を見せてもらったことがあって、気持ち悪かった覚えがあるんですよね。すごいきっちり貼ってて気持ち悪いとは何だ、何これみたいな、少し間スペース開けろよみたいな覚えがあって。違います、それを見て、はい、みたいな。そんなきっちり見たらどれがなんだか分かんなくなっちゃうじゃないですか。あれは見にくかった覚えがありますね。いや楽しい思い出を買っていくわけじゃないですか、はい、いやもちろんそうなんですけど、その貼り方ですよ。貼り方、貼り方はいいんです。あんなきっちり貼ってたらもうどれが誰だか分かんなくなりそうですもん。もう貼り方じゃないんですよ。みんなそれ言うんですよね、もったいないじゃんとか言うんですよね、スペースが。そのきめ細かさを普段の学校の授業とかテストでやれよと思うんですけどね。そこに使ってしまった、すごいなと思います。授業中とか暇さえあればハサミ出してこう切ってやってましたもんね。あーわかる。え、そのハサミどっから持ってきたのみたいな。そう、みたいな、ちっちゃいハサミ持ってるんですよね女子ってね。うん、なんでって持ってます持ってます、化粧もダメだしなんでみたいな。持ってましたね、なんか組み立て式のなんかちっちゃいハサミがあるんですよね。そうそうそう。あれをなんかおもむろに筆箱をガサゴサ当たり始めたと思ったら、なんかハサミ出して、うわこいつ凶器取り出したぞと思いながら。思わず言ったことありますもんね、授業中に、お
前なんで狂気取り出したのみたいなバカじゃないのとか言われながら見てましたけど、千葉さんとその人似てますねいやもう俺の周りの女子みんなそんなんでしたよみんなもプリチョアがどうのこうのっつって、なんだっけな、無印かなんかの無印良品かなんかの分厚いノートにやるんですよみんな。でその表紙のところもデコってたりしてみたいなことをなんかやってましたね、うん、なんかすごいちっちゃい分厚い B5 ぐらいの大きさのちっちゃい分厚いノートにいっぱい貼ってましたねそこまで一緒なのか、やっぱそうなんだな、そうすげえなと思いながらうん、プリクラ高校生の時撮ったかな、でも3年間通して5、6枚しか多分ないと思いますよ。みんなでゲーセンに行くってことがなかなかなかったんで、男子では行かなかったですねやっぱり、うん、かなり撮ってたな。でもまあ高校生といったらそのぐらい、そのぐらいといったらあれかもしれないですけど、なかったですもんね実際に。今みたいにそのね、うん、スマホのアプリでどうのこうのとか、うん、その携帯型のゲームとかがそんなにね、うん、流行してたわけじゃなかったんで、今みたいに 3DS があるとかそういう時代ではなかったんで、うん、なんともっていう感じでしたけど、そんな感じでしたかね。プリクラね。まあそれが趣味となってたんですよね、うん。まあ楽しかったんでしょうね。うん。まあそんな感じですかね。で2個目なんですけど、えいこれ分かってもらえるかな。はい。唐揚げ。唐揚げ。はい。毎日購買とかで。ああはい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 。食べてました。へえ。この唐揚げ単品で売ってたんですか？唐揚げ単品で売ってましたね。うちの高校はですね、その購買のところにおにぎりが売ってて、でっかい。そのおにぎりの中に唐揚げが入ってました。おにぎりの中に。はい、おにぎりの中に唐揚げが入ってるっていう、ものが売ってましたね。で、そのおにぎりもおにぎりで、普通のおにぎりじゃなくてチキンライスなんですよ。チキンライス、わー。はい。がおにぎりになってて。でその中に唐揚げが入ってるっていう、はい、なんとも脂っこい感じのおにぎりが売ってたんで、唐揚げ単品で売ってなかったんですよね。そう、単品じゃないとね、なんか紙コップかなんかにいっぱい入ってる感じのやつですか？コンビニとかに売ってる。いや、あの焼きそばとかの、はい、ケース、はい、あ、じゃあ普通のスーパーのお惣菜コーナーにあるような感じのへえ。でも唐揚げ1個が大きくて結構へえ。それが2つ入ってる感じだったんですけど、2つだけでそのスーパーのあのケースというかね、張り切っちゃうんですか？うん、結構でかいんですよね。相当でかいですねそうなんですよ。へえ。で、なんで唐揚げを毎日はい、うん、買ってたかっていうと、はい、なんでかっていうと、はい、その時当時ですね、はい、唐揚げ食べてりゃ、はい、おっぱいが育つよっていう噂がその時は広まってたんですよね。うそー、そうそう、女子の間で、はい、それが流行ってて、はい、でみんなして食べるっていう、すごいな、すごい今日それみんな食ってたのね。すげえ。授業終わったらみんな買い行くみたいな。すごいな、自分の胸を大きくさせるがために唐揚げを求めていたわけですね。そうなんです。何の栄養素からそんな女性ホルモンが分泌されてどうのこうので胸が大きくなると思ったんでしょうね。唐揚げにそんな要素あんのか。唐揚げの、はい、肉が、はい、よくわかんないです。肉がなんかどうにかこうにかなるんですかね。だったらまだせめて牛乳の方が説得力ありますよね。牛乳もう飲んでるか何故。いや、なんか、牛乳飲むと大きくなるみたいな話はよく聞くじゃないですか。それはショックだな。え？いや、だって中学の時。はい。ああ、まあまあまあ、それはもちろんその個体差はあると思いますけど。絶食してましたからね。牛乳。いやー、なんか、へえ、そんな話が。って何ですか。え、その唐揚げちなみにいくらぐらいだったんですか。いくらだったっけな、100、
あ、でも安いな。50円とか。いくつとかだったと思います、うん、多分。へえ、じゃあもうすぐ完売だ。うん。男子より真っ先に買いに行くんだろうな。私は唐揚げと、はい、唐揚げと焼きそばか、はい、唐揚げと、はい、チョココロネ。チョココロネすごいな。好きですね。すごいな。まあ、確かに炭水化物っちゃ炭水化物ですけど、パンってすごいな。ああ、じゃあお弁当とかは特に作っていかなかったんですね、自分で。いや、それがなんですよ。はい。お弁当はちゃんとありますね。お弁当プラス唐揚げ。そう。結構食いますね。結構食うんですよ。あ、でもそのお弁当の箱がちっちゃかったりとか。ああ、そうですね。うん、女の子ってすごいちっちゃいですよね、なんか。筆箱ぐらいしかないぐらいのお弁当箱じゃないですか。そう、食べ盛りが来て。あんなの足りなくねと思いながら見てましたね。俺なんかもあの結構大きめの弁当箱持ってってましたけど、休み時間中に気づいたらなくなってて、気づいたらもう全部胃袋の中入っちゃってて、昼休みに買いに行くっていうのは定番でしたけど、購買に買って、はい、その昼の時に食べるんじゃなくて、はい、放課後、あ、それまで取っとくんだ、へえ、うん、してました。唐揚げカッチカチになりません？唐揚げなんかカチコチになりそうな気がしますけど。いやー、でもうまいんですよね。あれだ、コンビニの唐揚げじゃダメなんですか？うん、どうなんですかね。その学校で食べるのがいいんじゃないですかね。へー、なんで胸が大きくなると思ったんだ。わかんない、わかんないとか言ってまあ、成果があるとは思えないですけど、唐揚げじゃ、うん、成果があったかどうかは、まあ、どうなんですかね、まあ、真相は闇の中でここで直接聞くわけにもいきませんからね。あれですけど、まあそんな感じでしたかね。はい。で、最後の3つ目なんですけど、はい、まあ高校になって、はい、初めてダブルデートという経験をダブルデートしたわけですよ。ああ、もう完全に充実してたわけですね、リアル。ああ、そうですか、はい。ちょっと聞いてくださいよ。あ、はい、聞きます。皆さんもよく聞いておいてくださいね。はいはい。ダブルデート、はあ、うん、まあ、はい、楽しいは楽しいんですけど、はい、まあ、いや、楽しいんですけどね。はい、うん、まあダブルデートの良さはたくさんあると思いますが、はい、なんだろう、なんか、うん、私としてはなんですけど、はい、やっぱりなんか二人きりで甘えられないっていうのが、あらららら、なんかね、急になんか。ねえ、いや、なんですか、それが、はい、ちょっと当時は心残りっていうのが、え、そればっかりやってたんですか。そうですね、仲良かったんで、普通にデートすればよかったじゃないですか、彼氏さんと。いや、仲良かったんですよ。あ、じゃあ例えばそのちぼさんがどこどこ行こうよって言っても、あ、じゃああいつらも呼ぼうぜみたいな感じになっちゃうんですね。あ、仲良すぎて、あ、逆に向こうから来ることもあったんですね。じゃあね、そうなんですよね。ああ、なるほど、へえ、はあ。海とか行ったり、はい、伊豆に行ったり、はい、うん、いろんなとこ行ったりしましたけど、へえ、いや、二人がいいよみたいな。え、まさかの一回もなしですか。いや、一回もないわけじゃないんですけど、はい、うん、ダブルデートが多かったかなっていう。ああ、それは確かにね、大変ですよね。お互いなんか気使っちゃいそうですもんね。めちゃめちゃ気使ってました私も。その普段友達同士で遊ぶっていう感覚とか違うじゃないですか。うん。へえ、ダブルデートか。友達と遊んでて、その中にカップルがいるっていうのは何組もありましたけど、うちのグループはいましたけど。うん。まあ、でも似たような経験あるってあるか。4人で遊びに行って、うん、友達が
付き合ってて友達そのうちの2人が、はい、で俺ともう1人の子がポツンみたいなことはありましたけどね。まあ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 、へあるある難しいなそんな、まあ僕はそんなダブルデートなんていうそんなね楽しそうな経験はないんであれですけど、まあその時の後悔といえば、はい、いや二人きりが良かったよみたいな言えなかったんだみたいな、いやこんなにダブルデートする必要なかったんじゃないのみたいな感じです。すごいな、向こうもどうも思わないのかなと思いますけどね。どうなんですかね。デートと思っていなかったとかね、向こう なんといやただの遊びでみたいな感覚で感じていたのかもしれないですけど、そんなショックなえそれダブルデートってな何するんですか、はい、買い物でもするんですか。いやそれもありますし、はい、あの普通のデートと同じ要領で、はいはい、カラオケ行ったりだとか出かけたり、はい、プリクラ撮ったりだとかです。へえ、はあはあ、いやそういう経験がないので、やっぱり俺もさっき話してましたけど、完全に遊びでみんなで遊びに行こうぜっていう感覚で行ってたんで、そのデートを主体として目的で行ったことがないので全くもって分かりませんけど、うん、まあいやでもそれがダブルデートが多かっただけに、はい、まあたまにじゃないですけど、はい、二人きりのうん、デートの時は、うん、まあまあ楽しかったです溜まってた鬱憤が一気に爆発して楽しくなったんでしょうね。はあ、これまたのろけ話きましたよ本当に今のろけても仕方ないんですけど、でも青春を謳歌してるじゃないですか、いいじゃないですか、謳歌、うん、はい、あ、こんな感じでしたかね。なんだかんだ言ってそんな楽しそうなことをしてたんですね。ですかあーいいな、うん、どうしたんですか。いやそんな楽しいことなかったなと思って、いやダブルデートか今やろうと思います。いや思わないですね。いやもう一生分しましたって。いやもし今やる機会があってもやるかな。そうか、なんでやるんだろう。なんだろう、そのダブルデートやってみてなんかメリットってあるんですか。メリット、はい、だって主体というか目的はあれじゃないですか、そのデートをすることじゃないですか、うん、それがダブルデートになるとなんかあるのかなってそれは私も疑問ですね。例えばその相手方の彼女の方が映画見に行きたいって言ってんだけど、うん、私としては本当はカラオケに行きたいとかってなったら、いやそしたら映画見に行きますね。うわー私だったらうわーで、そうするとやっぱりねえ、うん、もし俺がそのカラオケに行きたい側の彼氏だったらカラオケ行きますね、っていう感じになっちゃうんで、うん、何のメリットがあるんだろうと思いながら、うん、今話を聞いてたんですけど、やっぱり喧嘩しそうにもなりましたしね。あやっぱり4人でいる時に向こうのカップル2人が喧嘩したりとか、うん、はい、そうか、それもあるんだ。うわそうなんですよ。うわそれもあったり、やだ。いやもう二人んとこ行ってまあ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 えそういうのってどういうことで喧嘩するんですか。もう本当に見てると本当に些細なことで、はい、あーなんか喧嘩してて、私は紅茶にはレモンは入れないのよみたいな。なんで入れるのみたいな。いや違うんだよ、お前のことを思って俺は先に入れといてあげたんだよ。もう本当にそんな感じですね。うわー、私砂糖は1個って言ってるでしょ。いやだってなんか甘いの好きって言うから2個入れてあげたんだよ。声が、う
しょうもねえ。へえ。もし皆さんの方でもダブルデートしたよ、もしくはこれからするよっていう方いらっしゃれば、うん、送っていただきたいですね。ぜひぜひ、ぜひ。その時にはチーボーさんが相談に乗ってくれると思いますんで。そんな。今すぐやめなさいとかね。そんなことはできません。メリットはないわ。チーボーさん言わなそう。言いそうですか。もしくは俺とダブルデートしてくれる人待ってますメール。ダブル。なんかやってみたいですね。そう言われると。あと3人見つけないと。あと3人見つけないといけないですね。はい。大変だ。悲しいな。悲しすぎるな。でもなんか今の時代それこそやっぱりスマホとかが普及してていろんなアプリとかが出てるからね、なんかそれはそれで楽しそうな気がしますけどね。うん。みんなでポケモン GO やりながら行くみたいな。それダブルデートじゃなくてポケモン GO の会議。彼女と行けよってなるな。いやなんか楽しそうじゃないですか。まあ、そうか、それじゃデートじゃないか。そうですよ。ただのあのポケモン探しになっちゃうか。じゃあダメだな。ただの遊び。まあそんな感じで、小中高のお話を長々とね3回に分けてやっていきましたけど、いかがでしたこのコーナーは。うん、面白かったです。どうでした今までその小中高と話をお互いに聞いてて、はい、一番インパクトのある話はありましたか。あ、お互いにですか。そうですね、俺はもう完全に小学校の頃のお話がかなりインパクト強かったんですけど。いやいや、頭をパーンって叩いたらねえ緑色の話がパーンって出るみたいな、その話が一番受けましたけど。この子は元気だろうか。今は何をしてるのだろうか。今もなお真緑なのか。それかもう進化して紫色の鼻水になってるか。その人は人間ピーマンか何かかみたいな。本当に何かありました、印象に残ってる話とか。印象に残ってるっていうと、はい、うん、まあどれも面白かったんですけど、はい、まあやっぱりさっきの、はい、あの文化祭の話。ああ、ね、俺の哀れなお話ですね。哀れな話ですね。お前かよ。いや、あんなにつまんない文化祭のイベントないですよ。お互いにそう言ってましたもん。私としてはやっぱり、はい、そういう経験があったのがいいなって思って、やっぱ印象に残ってますかね。うん。まあ、お互いの学生生活についてお話をしてきましたけれども、皆さんも何かね小中高こんなやついたぜとかこんなことあったぜとかっていうことがあればまたね、普通歌とかでお話をすると思いますので、ぜひぜひ送ってみていただければと思います。細かいですね、URL についてはそれぞれ、私のものとチーボさんのものすべて説明欄の方に載っけてありますので、そちらからお気軽に送っていただければと思います。はい、うん、というわけで三つ星ヒストリアのコーナーでした。でした。